江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら台風9号が韓国直撃かということで、北の熱爆弾に警告ガクブルということでございます。はい、それでは記事の方見ていきましょう。くーちゃんお願いします。9号台風チョンダリが北上し、20日から21日にかけて渓谷に雨をもたらす見込みだ。通常台風が接近すると暑さが和らぐことが多いが、今回の台風は逆に猛暑をさらに悪化させると予想されている。19日気象庁によると、この日午前3時頃、日本の沖縄南西 360km の海上で9号台風チョンダリが発達し、西海岸に向かって北上中だ。チョンダリは中心気圧1000ヘクトパスカル HPA、 最大風速は秒速 18m の小型台風である。弱いね。台風は20日午後5時から6時頃に最終島西部を通過し、同日夜には広州全南の沿岸を通過した後、21日午前にはただし南水山南西の海上で消滅すると予想されている。チョンダリの影響で雨は20日未明から降り始め、21日まで降る場所がある見込みである。予想降水量は30から80ミリメートルで、中山間地域や山岳地帯などでは100ミリメートル以上になる場所もある。特に20日午後から21日朝にかけて、1時間あたり30ミリメートル以上の非常に強い雨が降る場所があると予想されており、安全事故や施設管理に注意が必要だと気象庁は伝えている。風も強く吹く見込みである。20日午後からは瞬間風速が秒速 20m 前後に達する強風が吹く場所があり、特に20日夜から中山間地域や山岳地帯では瞬間風速が秒速 25m 以上に達する非常に強い風が吹く場所があると予報されている。海上の波も高くなり、20日未明から最終島南方外海、午前中からは最終島南方内海で風が秒速9から16mで非常に強く吹き、波も 1.5 から 4m の高さで非常に高くなるため、風浪注意報や台風注意報が発表される可能性がある。最終島と南部を中心に大雨が予想されるが、暑さを和らげることはできない見込みだ。20日と21日の昼間の最高気温はそれぞれ30から36度、29から34度で、平年27から32度より高くなると予報されている。通常強い台風が北上すると、朝鮮半島上空に溜まっていた熱気が逃げていき、暑さが一段落する。しかしチョンダリはその余裕もなく西海上で消滅し、南から引き寄せた熱気と水蒸気だけを渓谷に残して消える熱爆弾になると見られている。猛暑と熱帯夜も続く見込みだ。19日現在、ソウルでは29日連続、プサンでは25日連続で熱帯夜が発生し、最長の熱帯夜記録を更新中だ。最終では35日連続で熱帯夜が発生しており、2013年44日、2016年39日の記録に近づいている。チョンダリは台風委員会の14の加盟国のうち、北朝鮮が提案した名称である。これは鳥の名前であり、ヒバリとも呼ばれる。あ、ヒバリなんだ、チョンダリって。おー。はい、それではですね、こちらに対して、稽古の反応行ってみましょう。普通だったらね、少し涼しくなるかなみたいな感じなんですけどね。はい、一人目。天気が悪くなるのも、イ・ジェミョンのせいだな。431-32。北が提出した台風名、チヨンダリ、北朝鮮のチヨンダリが、全羅道で勢力を増して、熱爆弾を渓谷に送り込んでくるんだな。151-17。被害なく暑さだけ吹き飛ばしてくれたらよかったのに。91-1。犯罪者がのさばる国、天から罰が下るのだろう。犯罪者の政治家たちをすべて捕まえて、刑務所に送らなければならない。72-1。今年初めての台風、今回の台風が過ぎたら涼しくなりそうですね。23-0。この台風がどんなに弱くても、今位置している2つの高気圧の間に道を作って消滅すれば、他の台風が通る道ができる。海水温があまりに高くて、次に来る台風は恐ろしいだろう。23。ムン・ジェインの政権下で5年も耐えた。この程度の暑さなら問題ない。15-1。キム・イルソンの共産主義者、極左の隠れ家、全羅道に熱爆弾が落ちて、焼け野原になることを願っています。11-1。
ムンジェインが原発を閉鎖したせいで常に停電の悪夢に悩まされてきたが、この猛暑でも耐えられるのはユン政権が原発を復旧し国家の非常停電を防いでくれたおかげだ。ムンジェインは国を破産させ崩壊させ国民を分断し非常に悪くて無能な人間だ。11火に油を注ぐようなものだ。今回の台風は警告に全く役立たない。ムン・ジェイン氏、チョ・グク氏、イ・ジェミョン氏、そしてその男たちの妻や子供たちまでみんなまとめて一気に吹き飛ばしてくれたら、まさに渓谷は晴れそのものになるだろう。70名前からして北朝鮮の名前だから全羅道に行くんだな、かっこ笑い。70北朝鮮が提出した名前チヨンダリじゃないですか。金正恩元帥の核爆弾の願いをたっぷり込めて全羅南道に熱波を撒き散らしながら上がってくるね。30干ばつがひどい洛東湖流域に雨を降らせ干ばつを解消してくれるといいですね。30イ・ジェミョンがまたやらかすからチヨンダリが怒ったんだ。そうだ上がってこい。最終全羅道叩きよ、インチョンベルトを一掃してくれ。20どうか来てくれ、暑くて死にそうだ、雨もたくさん降ってくれ。20イデオロギーや思想が何だって言うんだ。ちっぽけな国で2つに分かれてお互いに罵り合って殺し合いをしているのは根本的な責任は政治家たちにあるようだ。政治家たちが国を滅ぼしているんだ。20暑さを少し和らげてここで政治に関連づける人たちも吹き飛ばしてくれなんかコメント欄がかなり右がかってましたけどね。はい、じゃあチャットの反応行きましょう。はい、ということでね、じゃあ上の方から、あ、ちょっとウィンディ見てみます。ウィンディもありますよ。これ、こんな感じなんですね。これですね。うん。で、今沖縄が今日はすごかったのかな。これがですね、これがね、こう行くんだよね。チェジュ。ただね、弱まってんだよね。あ、真ん中、ああ、ああ、ほら、で消えちゃうんすよ。だからまあ実際問題、まあ今後ねどういう風にいくかというのはちょっとわからないんですけれども、はい、じゃあ上の方からいきますかね。あれ、台風が来て涼しくなってほしいにだって言ってたよね。台風来てくれって言ってたからよかったじゃん。そう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 、進路はね、なかなかエキサイティングな進路予報ですな。9号ファイティン、進路はね結構ね、これダイレクトなんだよね。一個日本の予報を入れといたんだけど、これもうソウル直行よ、これ。だからここまでにどこまで弱まっちゃうかって言ったとこだよね。基本台風って熱帯低気圧だよ。そのコース予想は警告かな。そんなに大きくないからアベタをすると熱帯低気圧だよ。まあ彼の国だから被害はそれなりだろうけど、それより10号の進路が気になるな。今回の台風は風台風だね。離れた地域に雨の被害が出ているらしいので心配です。K は知らん。え、何10号なんかあんの ?10 号どれ、え、これかい、あ、これかい、お、あ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 、何これ、来週の火曜日1週間先だ、話だね。マジか。あ、あ、ちょっと。来週の火曜日の午後。お。また女、なんか既視感あるルートだね、これ。この前もこんなんじゃなかった?直撃ってほどではないね。かする感じだね。おー、あ、これなんだ。さよなら警告。 K さん待望の台風が来たじゃないか。また台風なんかに都合のいいことばっかり言ってる。よし、有給だなって。
ジョンウン君、なんだ、焼け野原になってほしいのなら、チャットお手伝いするにだ。北に命名権あるほのが驚きなんですけど。政治家が国を滅ぼすのなら、無政府状態でいいじゃないか。お前らの国は、政治家たちが台風を運んでくるのか。変わった国だな。なんだ、消えちゃうなら、熱風だけを運んでやれ。10号の卵、また千葉か。よし、悠久だな。関東は守られてるな。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。